どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、期間限定 ANA マイル還元率 2.1% を叩き出すですね、マネックスクレジットカード解説ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。ということでこちらはですね、先日のね生放送で軽くね触れさせていただいた話なんですけども、2021年の5月の19日よりですね、マネックスカードっていうのをですね、新規発行受付ね開始するわけなんですよね。で、発行に伴いましてですね、発行記念キャンペーンということで還元率ね 3% 還元っていうのをですね、2021年の10月末までですね行うっていた形になってるんですよね。まあね、一律 3% 還元ということで期間限定にはねなってしまうわけなんですけども、2021年5月現在ですね、 Visa LINE Pay クレジットカードのね還元率が 2% にね下がってしまいましたので、このクレジットカード決済で 3% 還元っていうのはですね、なかなかねないクレジットカードなわけなんですけども、マネックスカードはですね 3% 還元ということで、まあ、かなりねお得になるのはないのかなというふうに思っております。まあね、期間限定ではあるわけなんですけども、マイルにね交換することができるっていった形になっておりますんで、気になる方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思っております。それではまずですね、このマネックスカードの基本スペックなんですけども、年会費についてはですね初年度無料っていうふうになっておりまして、2年目以降はですね500円の年会費がかかるクレジットカードというふうになっております。ですけども2年目以降もですね、年間1回使うとですね年会費が無料になるねクレジットカードというふうになっておりますんで、まあ、普通にね利用していただければ年会費無料でね維持することができます。でですね、基本還元率は 1% ということで、100円決済につき1ポイントがね貯まるクレジットカードというふうになっております。でですね、貯まるポイントなんですけども、マネックスポイントということで、こちらね後で解説させていただきます。でですね、発行条件というものがありまして、こちらのマネックスクレジットカードはですね、マネックス証券のクレジットカードというふうになっておりますので、こちら発行するにあたりですね、マネックス証券の口座開設がですね必要っていった形になるんですよね。まあ、この点はね覚えておいていただきたいなというふうに思います。でですね、国際ブランドは JCB っていった形になります。まずね、基本還元率はね 1% のクレジットカードということで、100円決済につきですね1ポイントがね貯まるクレジットカードというふうになっております。でですね、発行記念キャンペーンということで、2021年の10月31日までですね、基本還元率 1% でボーナスポイントがね 2% つくということで、100円決済につき3ポイントのね還元が受けられますということで、 3% のポイントがね溜まっていくっていうふうになっておりまして、基本還元率は 1% でボーナスポイントは 2% ということで、この 2% の特別ボーナスポイント分に関してはですね、上限月2000ポイントというふうになっておりますので、対象支払い金額がですね毎月10万円まではですね、この 3% 還元がですね獲得することができるっていった形になっております。またですね、発行記念のキャンペーンですね、もう一つありまして、2021年の10月31日までにね申し込みしていただいた方はですね、発行を含む4ヶ月間の間にですね5万円以上の利用するとですね、プラスね3000ポイントがねもらえるキャンペーンも同時に行われるっていう感じになるんですよね。ということで、まあ期間限定っていうふうにはなるわけなんですけども、 3% 還元ということで、クレジットカード決済でね 3% 還元ということで、まあここはね結構おすすめポイントかなっていうふうに思っております。まあね、セゾンパールね、アメリカンエキスプレスの今ね行われている 3% 還元っていうのがあるわけなんですけども、あちらはですねクイックペイ決済のみというふうになりますので、まあクイックペイがね使えるところでないとですね、この 3% 還元っていうのは受けることができないっていった形になるわけなんですけども、このマネーカードのはですねクレジットカード決済ということで、まあ基本的にねどこでクレジットカードを利用したとしてもですね、この 3% 還元が受けられるっていった形になるんですよね。ここはねやはり大きなポイントではないのかなというふうに思っております。それでは次にですね、このクレジットカードで決済するとたまるねポイントについてなんですけども、マネックスポイントっていうねポイントがたまります。
でですね、こちらはポイント交換先のね一覧っていう風になってるわけなんですけども、ちょっと読み上げちゃいますね。株式手数料もしくは暗号資産に交換するということで、株式手数料にですねこちらのポイントを当てることがねできるっていった形になっております。またね、仮想通貨であるコインチェックのですねビットコインとかにもね交換することができるっていった形になります。でですね、ポイント交換先をねぜひね注目していただきたいっていう風に思うわけなんですけども、こちらね D ポイント、 Amazon ギフト券、 T ポイント、ポンタ、ナナコ、ワオン、永久不滅ポイント、 ANA マイレージクラブ、ジャパンエアラインということで、かなりね主要のポイント交換先がですね存在してるっていった形になりますよね。またですね、ポイントを付与にね利用することもできるっていった形になっております。でですね、こちらのポイント交換先ね、かなりメジャーなのがね集まってるかなっていうふうに思うわけなんですけども、もちろんね ANA マイルもしくは JAL マイルに直接交換していただくとですね、あんまりね交換レートが良くないっていった形になりますんで、もしねマイルに交換するのであればですね、ポイント交換をね経由していただいて ANA マイルね交換していただくのが最もねお得に利用することができるかなっていうふうに思っております。でですね、このポイントに関してはですね、10日でね交換することができるっていった形になるんですよね。これはね本当にすごいですよね。まあこちらね見ていただければねわかると思うんですけども、永久不滅ポイントにね交換することができますよね。で、永久不滅ポイントに交換することが10日でできるということで、 ANA みずほマイレージクラブクレジットカードがね保有している方であればですね、70% で ANA マイルにね交換することができるっていった形になっておりますので、こちらね ANA マイルの還元率は期間限定にはなるわけなんですけども 2.1% 還元っていう風になるわけなんですよね。いやこれねかなりすごいですよね。またね JAL マイルにもD ポイント、ポンタポイントがね対応しているということで交換することができるんですよね。で、 JAL マイルへの還元率はですね 1.5% っていう風になるわけなんですよね。このマネックスポイントのねとてもいいところはですね、永久不滅ポイントだったりポンタポイント、 D ポイントにですね直接交換することがねできるっていう点なんですよね。まあ D ポイントとポンタポイントに関してはですね、そのまま JAL 前にね交換することができるということで、まあ至ってシンプルなね交換ルートになるわけなんですけども、 ANA マイルの場合はですね、永久不滅ポイントから ANA マイルにね交換していただくのがですね、2021年5月現在ね東急ポイントに続いてですね、永久不滅ポイントはですね ANA マイルへの交換レートがですね2番目にねいいっていう風になりますんで、このマネックスポイントはですね永久不滅ポイントにね直接交換できるっていうのはですね、かなりね利用しやすいかなっていう風に思っております。ですので、マネックスポイントから永久不滅ポイント、ANA マイルっていうね、ルートを組んでいただければですね、ANA マイルの還元率はですね、2.1% っていう風になるんですよね。もちろんね、期間限定にはなるわけなんですけども、かなりね、利用しやすいのではないのかなという風に思っております。それでは次にですね、国際ブランドがJCB なんですよね。まあ、この点もね結構ね注目しておりまして、まあ、こちらについてはですね発行してみて利用してみないとねまだわからないわけなんですけども、 JCB のねクレジットカードということで、もしかしたらですね ANA JCB プリペイドってありますよね。あちらにチャージして利用することができればですね、さらにね 0.5% 還元ね ANA マイルのね還元率として取れることができるっていった形になりますんで、そうなればですね ANA マイルの還元率は 2.6% とかになるんですよね。もちろん ANA Pay もですね対象っていう風にはなるわけなんですけども、まあこちらはね発行してみないとねわからないっていう風にはなるわけなんですけども、まあこれが実現すればですねかなりねすごいクレジットカードになるのではないのかなという風に思っております。いかがだったでしょうか。今回ですねマネックスカードをですね紹介ねさせていただきましたけども、期間限定にはなるわけなんですけども、かなりね楽しみなクレジットカードだなというふうに思っております。私に関してはですね ANA JCB プリペイドであったり ANA Pay にですねちょっとチャージしてね利用してみたいなというふうに思っておりますので、5月19日になったらですね発行ねしていきたいなというふうに思っております。またですね5月19日よりこちら受付開始になるねクレジットカードっていう風になるわけなんですけども、まあ、できればですねポイントサイトの案件ね出るのをですねちょっと楽しみにしているわけなんですけども、まあ、これもね当日になってみないとですねどんな感じになるかっていうのは
わからないっていった形になりますんで、まあ、ポイントサイトのね案件が出ればですね、全力でね皆さんにお勧めしたいなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ、この 3% 還元はですね10月の末までっていうふうになりますんで、まあ、気になる方はですね発行ねしてみていただきたいなっていうふうに思っております。でですね基本スペックの部分でですね言ったと思うんですけども、こちらのクレジットカードはですねマネックス証券の口座がないと発行することができないっていった形になってるんですよね。こちらのマネックス証券のね口座を持たれてない方はですね2021年5月現在ですねポイントサイトハピタスにFX 案件としてこのマネックス証券のねポイントサイトの案件ね結構いい案件がね出てるっていった形になりますんで、もしね今後発行ねしてみたいなって思う方であればですね、ポイントサイトハピタスのマネックス証券の FX プラスっていう案件ですね、こちら FX の案件なのでちょっと利用するかどうかはですねご自身でね判断していただきたいんですけども、1万4000分のねポイントが取れる案件ということで出ておりますので、またね1万通貨ということで1回のね往復の取引だけでこの1万4000分のねポイントは取れるっていう風になりますんで、先日ね AUFX のですね動画解説動画ね出させていただいたと思うんですけども、あれと同じでですね本当に入金して1回取引してポイント取れるという風になりますんで、個人的にはですねこの案件自体がおすすめっていった形になるんですよね。もしねこのマネックスカードね発行してみたいなっていうふうに思う方はですね、今のうちにねこちらの口座開設をねしていただくとですね5月19日にクレジットカード発行ね間に合うかなっていうふうに思いますので、こちらもねぜひチェックしてみていただきたいなっていうふうに思っております。今回の方はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルとボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。